コアフィラケラトプス、またはコアウイラケラトプスは、後期白亜紀マーストリヒチアン紀のメキシコに生息していたツノリュウ類の恐竜。2007年に、長脚類ベラフロンスと共に、コアウイラ砂漠で発見され、2009年に新種記載された。トリケラトプスと近縁で、2本の長い上眼科角と1本の美角を備えた。フリルは小さめだった。 最大級の角竜の一つ。メキシコで発見された最初の角竜である。同地域からは別のケラトプス類、イエフエカウケラトプスが知られている。いくつかの頭骨要素を含む一体分の部分骨格、CBC276 が知られる。他の標本、CBS277 はコアフィラケラトプスの様態と同定されている。コアフィラケラトプスのすべての標本は、 セロデルプエルボルイソウのチューブの単一のロケーションで採集された。地質年代は7250万から7140万年前の間である。生態復元図2010年に正式に記載された。しかし非正式な記載は2008年に先んじて行われていた。コアフィラケラトプスはマーク・ローエン、スコット・サンプソン、エリック・ランド、アンドリュー・ファルケ、 デビッド・エヴァースらによって命名された。もし機種はコアフィラケラトプスマグナクエルナである。また不完全な化石に基づくコアフィラケラトプスは、基地のいかなる恐竜よりも絶対的に長大な角を持ち、トリケラトプスやトロサウルスのようなより大型のカスモサウルス赤のライバルとなっている。その角は1.2メートル以上と見積もられている。コアフィラケラトプスはカスモサウルス赤のメンバーである。 以下のクラドグラムは2015年のカレブ・ブラウンとドナルド・アンダーソンに基づく。コアフィラケラトプスとブラボケラトプスはマロンラによる最近の分析で姉妹群であると結論付けられた。ブラボケラトプスは被災者の分析の精度が低いためカスモサウルス赤から完全に除外された。ありがとうございます。